はい、皆さんこんにちは、クイです。今日もディズニーデモンズソウルの続きをやっていきたいと思います。と言ってもディズニーでこれボイスオーバーなんですよね。そう、またまたちょっとね、あの音声の方を入れるのを失敗してしまいまして、そうだから後からねちょっと声をつけてます。そう、自分のねプレイを見ながら解説というか実況というかやっていくんですけれどもね。そう、今日はね初めてチュートリアルこの間やったんで、今日初めてですねソウルを求めて外の、ね、この進展かな、日本語だとね、英語だとさネクサスって言ってたんですけど、そうこちらから出てね行きたいと思います。そう、すごい、やっぱり、おー、ちょ、待って、あ、ファンタジーの世界なのかななんて感じですよね。さあ、いよいよ来ました来ました。こちらボールパミアンパレスって書いたんだかな。うん、そう、宮殿の方ですね。そう、これが多分ね、あの移動するためのところなのかなみたいな。そう、まだよく分かってないんですよね。アイテムはね、できる限り拾えたなと思って、結構ね、サクサク進むというよりは、やっぱりこう、ゆっくりいろんなところをくまなく見てる感じのプレイスタイルになるのかなと思いますね。まあ、それでもくまなく見てるつもりでも、多分あの見過ごしてるところとかもあると思うので、あの一旦やったところでもしね重要なのをミスってるとあったら、お気づきの方に教えていただいたらなと思います。まだ行ってないところの感謝はね、まだうん、こうあのネタバレもあれだからそうシーンってことだよねそう、でも一度行ったところに関してはですね、いろいろと教えてもらえたらなと思います。わかんないそう、いやーでもねこれすごいゆっくりで、なんか自分でもねこう攻略の仕方を見ていてもめっちゃゆっくりだなと思いますね。そう、なんか一旦進んだけどもしかしたらなんか見過ごしてるかなとか思って、そうっていうのもあるし、あの先に行くのが怖いっていうのもあるんで、こういうので紛らわしてるんですよね。あ、そう、あとここに通路っぽいとこがあって、そうなんかねホワイトソウルがあればって書いてあるんですよね。そう、なんか何だっけな、フレンドさんがサイクロサイシロみたいなことを言ってて、だからなんかこう白と黒みたいなのがなんかあるのかなみたいな。そう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 、まだちょっと本当によく分かってないんで、そう、まあ、やったところに関しては そう、めちゃくちゃやっぱねこの魔法が強くて、あとこれ選んでめちゃくちゃ正解なんで、すごい楽。そう、距離を取ってみたいな。そう、やっぱり怖くないから安心ですしね。あんまりこう突入しちゃうといろんなところからわーって出てくるかも、だから結構ゆっくりゆっくり本当。見てても、もどかしいぐらいの感じで、ミルさんやばいですね。おー、こっちにも出られてる。しかも、火から出てるやつだから、これで切られたら見ちゃうんですよね。
そう、だから近づかなくて済むっていう点に関しても、ね、この魔法が使えるのはめちゃくちゃいいかなと、そう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 思いました。なんかね、トライファイヤーって書いたのかな、火を使うって書いてあるんですよね。そう、今ちょっとよくわかんなかったからいけないしと思って、引き下がった感じですね。これが大きなもん、すごい大きいもんですよね。そう、すごい。あ、あとここの前ですね、アイテムがねちょっとチラチラ見えるんですけど、やっぱりこっち側からは開かないから向こう側からみたいな感じですかね。そう、まあ、一応ショートカットみたいな、すごい、もうね、あの警戒心マックスですよ。それよし、遠距離武器とか持ってたみたいで、でもやっぱり魔法の力は素晴らしいですね。そう、私みたいにぴったしかもしれないですよね。ほら、追い込んでたところですか。そう、そしてですよ、今気づいたんだと思うんですけど、ここで HP が半分ない、半分しかないっていうのにここで気づいてパニックってるんですよね。そう、だから試しにあのお薬飲んでみて、そう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 、あ、試しにじゃなくてお薬飲んだら増えなくてビビったってやつだ。そうです、そうです、ちょっと記憶をたどってますけどね。そう、だから半分みたいな、そうちょっと焦ってる感じですね。なんかこの時はそう、まあ、なんですけどね、あとでちょっと増えるんですけど、それまでなんか意味が分かんなくてドキドキしながらやってましたね。そう、さっき下の方の穴のねメッセージも見たんだけど、さあ落ちる時間だみたいなこと書いてあったけど、いや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 みたいな。そう、なんかね、エルデンリングでもやっぱりそういうやつをしたくない死んでるんで警戒心、そう、メッセージに関しても警戒心マックスでいこうかなと思ってますね。だいたい落ちろっていうところはろくなとこがないみたいな。あとここですよね。そう、あのやっぱりこれもエルデン入り口に入ったら囲まれてやられたみたいな感じがあったんで、こういう狭いところに入るときも警戒心マックスでやってますね。そう、やっぱりね、影からうわーっていうのが一番怖いですからね。そう、こうやってやっぱりちょこちょこ見て。いやー、だから相当ゆっくりはね攻略になるんじゃないかなと思いますね。よいしょ、でこうやって、おー、アイテムとか持ってちょっと喜びつつも、上から攻撃されるんじゃないかと警戒心みたいなマックス。うん、やばい、いなそうだったんでね。そう、そしてこう上にはいみたいな。超ビビる。二人もいるとか思って焦りましたね。そう、だから交代して。そう、今までなんか一発で倒せてたかなぐらい。徐々に強くなってきたんで。そう、あとここは気持ち。すごいんでね、ゴリ押し。R1 連打のゴリ押しですね。よいしょってよ。ああ、そう、なんかね、さっきもらったのが火炎瓶だったのかな。なんかそれが役に立つみたいな。そう、霧ですよ。結構この霧をまたぐのが怖い。強敵がいる場合もあるじゃないですか。でも分かんないから、なんかこう、おお
って言って、そう、そしたら左目に敵がいたんですよね。あ、そう、そしたらね、カエンジンが、びっくりしました。でも、ここも無事に大丈夫で、下の方にアイテムがあったんでね、先に、そう。ちょ、いろいろとボタン押し間違えてる。これはソウルかな。そう、そしてここにね、メールブレーカーっていう武器を手に入れることができたんですよね。そう、ちょっとまだどこに武器見るんだろうって言ってもなんかわからない。で、それでこれを見たらなんか、おー、こんなのもあるんだみたいな。そうそうそう、で、武器をチェックしてこれですね。そう、メールブレーカー、多分70って書いてあるやつが攻撃力なのかな。レイピアが75あるんで、多分レイピアの攻撃力の方が高いのかなみたいな。そう、そして多分200分の200っていうのは耐久率のことかなとか思って。そう、今ねレイピア150あって、ちょっと損傷してるみたいで145まで下がってるんですけど、そう、多分神殿ネクサスのところで直せると思うんでね。そう、まあ、とりあえずレイピアのままでいこうかなっていう感じですね。さあ、で、わあ、こういうんですよね。初めて行く道のやっぱりどこに敵がいるかわかんないから、もうめっちゃ怖いんですよ。こういう風に視界があまり見れないところとか絶対やっぱいたみたいな。緊張してますね。そして後ろもすかさずチェック。どうしよう。そこで一息ですね。そしてこの樽がちょっと気になったのが、もしかしたら爆破させられちゃうのかなみたいな。そう、確かエルデンリングもなんかそういうとこあったかなと思って、似たようなとこありますね。お城みたいなところに行くときに、こばえて上からですよ。この火炎がめっちゃね、バシバシ撃ってくるんですよね。火炎瓶のさ、何個持ってんのぐらいの勢いで、やりすぎそうかなって、3人もいたんですよ。大丈夫。ふうって思いながら、火炎瓶の後ろでも届いてたら相当やばいですよね。そう思いながら、あと上からの人が火炎瓶持ってたらとか、そう、まあ、そういう最悪の事態にならなくてよかったですね。まあまだ最初のうちだからかな。そう、あ、そしたら右側にね、アイテムがあったんだけど、なんか、どうやって行くかが分かんなかったんですよね。そう、だから多分上からなのかなと思って、一旦保留って感じですかね。そう。行ってですよ、ここ。やっぱね、いや、ちょっと待って、いろいろなゲームが一緒になった。デモンズソウルはやっぱ落下死があるからね、そう、ここやばそうだなって思ってたんですよね。私エルデンリングでもこういうところでなんか戦うことになって、そう、落下死何度かしてるんでね、すごい。いやー、ここでこうね、ちょっとバックステップなんか間違えるのかな。慎重に、そう、あ、そう、奥の方に見える橋、あそこがスタートポイントかなと思って、そう、だから橋から見て
こう宮殿の左側を行ってるんだって確認できましたね。そうここでね、うわちょっと今バックしちゃって、そうビビって落ちなくてよかった。あとなんか石に気をつけろって言ってたのかな。そうちょっとうん。あるんですよね。そうだからちょっとこうどうしたらいいんだろうみたいな。そうそうそう。特になさそうと。でこの人のね、そうお亡くなり方を見てもなんか誰かと戦ったみたいな感じかなみたいな。でも一応キョロキョロしながらそう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 。そうあとアイテムもあったのにどこら辺かなとか思いながら。相手こっち拾ってやっぱりあの中なんですよね。そうあの人はそもそもどうやって入ったんだろうみたいな閉じ込められてたんかなみたいな、ね、そうここなんですよ相手に。そうだからどうしようかなと思って、で上に行こうかなと思ったらなんか今ちらっと見えました、なんか石持ってる人がいたよね。そうロックってこのことかみたいな、なるほどねみたいな、ここの狭い階段を登ってる行ったら転がって落ちちゃうんだなみたいな。そう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 、いやだからもうどの時点でだよね、そう引き返してみたいな。そうあまりないみたいな、そう攻撃したら落としてくれるのかなと思ったらもうちょっと行かないといけないんだみたいなそうもうちょい行きたくないとか思いましたね。そういやーこれーとか思いながら、そういや何度もエルデンリングとにの話をしちゃうとあれかもしれないエルデンリングでもみたいな、ちょ危なかった危なかった、もうちょあれしましたね、落下ダメージ結構痛かった。そういやエルデンリングでもなんか弾みたいなのがねあれしてたから、おーてかそうそう偶然にもさこうやって石が落ちてきてなるほどねとか思いながら、とりあえずここのアイテムを回収。さあそうそうここでねバスタードソードかな体験もらったみたいで、ま私はねあの魔法も使ってるからバスターソードとか、うん、体験は使わないかなって思うんですけどね、まあ一応ありがたくいただいておきました。そう、そして戻ってですよねなんだろう、なんか結構ねガシガシ進んじゃう人もいるけど私結構なんか時間かかりそうに時間かけてゆっくりって感じですけど、こんな最初のうちからこんなにビビってたらもうどうなるのみたいな感じだけど、うわっていうか、そうそう多分後ろから遠距離武器でやられたんだと思うんですよね。そうでこう見ると前にも敵の人がいて、で後ろ多分ボウガンの人がいたのかな。そうなのでちょもうあれなんですよね、突撃全くしないタイプなんで、そうもう一旦下がって考えてみたいな、あーでも一発でよかったみたいな、で後ろの人がこう追いかけてくるんじゃないかと思ってもうドキドキしてるんですよ。そうでまあ二手に分かれてるからどっちに行ったらいいんだろうとかね思いながら、ちょっと焦ってもいいね。あの一人しか見えてなくて二人もいるとは思わなかったからちょっとって感じですよ本当。まあとりあえず多分ね向こう側の人もいたからどうしようかなと思ってるんですよね。そうなんか、まあ、初めてのなんか二手に分かれて右か左かみたいな、
ね、さっき奥の方にも行けそうだったしみたいな。だからこっちの様子も見に来てる。よーで、結構この人が強かった。びっくりしたけどみたいな、どうしようかな、ここに君の道があるのかみたいな。まあボス戦ではないと思うんだけどみたいな。でこっちも同じように入り口があるんですよね。そう、どっちも暗くてどっちも行きたくないみたいな。そうで一応こうどうしようかなと思ったんだけど、あ、そしたらここにもなんか降りれそうなとこがあったんですよね。そう、多分あそこ、あ、そっか、ここに、とりあえずこっちに、なんかさっきここの橋にいた人たちがこっちの方がなんか弱かったから、こっちとりあえずこっち行こうかなみたいな。そう、でもちょ、まあ、もしかしたら敵がいるかもで、まあおなじみの感じでビビってますね。そう、ここの部屋にはいなかったんだけど、アイテムもなくて、そしたらメッセージでマジックを使えるといいみたいなことが書いてあったんですよね。この人もなんか投げてるんですよね、一生懸命。それだけどやられちゃってそういやーとか思いつつ、まあ行くしかないのかなと思って。そうそうなんですよ。じゃあこの人に、すごい好きだ、やばそうって思いながら、なかなか効かないんで、いやーどうするかなって思ったら、この月めっちゃ、月の年めっちゃ強かった。もう一気になくなりましたね。そう、いやそう、やっぱりこれで死んでもう半分なんですよね。ソウル、ソウルって HP っていうのかな。そう、まあ今さっきの回収しに行かないといけないんで、そう、いやーどうしようかなと思って、今の人勝てないのかなと思って、になりましたね。あれかな、なんか、なんかエルデンリングのところも最初の方にいた騎士さんとかさ、めちゃくちゃ苦労したから、ちょっとここではないけど、勝ちなのかな。もうさっき言ったところこの辺かなみたいな感じで、そう、どうしようかなみたいな本当に思ってますね。そう、なんか敵のいる位置からね、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ早めに、早めに攻撃できる。もうちょっとカメラが、でもこんな感じでやってたら先が思いやられますよね。まあなんだ、多分今のアイテムがアンカーとかカットだと思うんですよね。そうね、そう、ショートカットと思ったけど、そう思うんですよね。それすら
サブスクがまだ開けられないとか言って、そう騒いでたやつですね。そう、これも同じ。囲まれない。2回目でどこにいるか分かってるのにもかかわらずこの戦法で行こうとするビビリ。なかなか難しい。距離が長くて、ね、ちょっと油断してた。そう、やっぱり敵がいるとこは そう、でもね、ちょっと早くて攻略の MP が増えるのが追いついてない感じなんですよね。そう、一発目を二発目を近接とかでやった方が良かったのかなって思いますね。ここはさ、さっきダッシュで行けたから行けるのかと思ったんだけど、そうそう、逆にダメだった。そう、だからちょっと待って。そう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 。いやー、最初のダメージとかしてた。よいしょって言っちゃう。いやー本当にね、そう、ちょっとねゆっくり歩いてるのはやっぱり MP が戻ってこなくて、あ、これあれなんだ、石は一回きりってことですね。今気づいた。プレイしてこの子を近接で頑張ったけど、やっぱりそう、近接下手すぎちゃってあれでしたね。めっちゃダメージ、そう、待ってる。そう、なんか MP 戻ってこないかなみたいな感じで待ってますね。なんかガンガン進めてた MP がって感じ。これ一応石がないかチェックしてますね。もうないんだと思う。今ちょっと大体石とかやられたら気づく。ちょっとあれですね、 MP 回復待ってます、うん、MP 回復しないなら近接でとか思うんですけど。そうなの、そうなの、うん、いいよな。いや今度はね、二人目のは分かってる。あの、外れちゃったんですよね。いや、MP が本当に全然なくなっちゃってて、まあ、とりあえずソウルだけでも、みたいな感じですかね。多分これ2回連続に死んだら、てかソウルだけで死んだら、あれちゃうんですよね。あの、なくなっちゃうんですよね。わー、ソウルありましたそうね、そう、でもこれね、この人は大変なんで、
まあ一応諦めましたね。そう、もしかしたら今体力が半分までしかねないから、これがどうにかなってからの方がいいのかなみたいな。今のままだと一月されるだけで耐えられなかったね。そう、あ、今頑張って MP 復活待ってますねこの先のさっきの青い目の人も結構強かったんで、そうそうそう、だからちょっと待って、何回か連続でね魔法使えるぐらいがあったらなって。で今アイテムで MP って回復できるのかなって思って見てるんだけど、私が持ってるやつじゃダメみたいなんですよね。そう、なんかアイテムあるんですかね、 MP 回復のための。そう、結構どうなんだろう。今ね MP 回復してるのは多分指輪のせいなんですよね。そう、あ、指輪のおかげですね日本語ちょっとおかしい。うん、魔法を出したくないんだけど、あれ1回目の魔法でひるませてみたいな感じなのかな。難しい。あ、そう、これが下の方ですね、さっき見てなかった。一番最初に始まった時にここに門があってみたいな。そう、だからいけんのかな、もしかして。ホワイトホームとかホワイトソウルとか書いてあったけど、今でもいけんのかなって思いながら、なんかそしてなんかガーオーみたいな声が聞こえたもう急に警戒心マックスになったんですよね何この声みたいな。そう、いよいよってこう見てても怖かったの思い出しますね。とりあえずアイテム、そしてこれ見たかな。あ、そう、下に行ってね、お亡くなりになったみたいで、でここにはなんだっけちょっとこのね編集画面のあのやつがめちゃくちゃちっちゃくて字読めないですよめっちゃ読みにくいんですよ。もうなんか勝手に死んじゃったんですよね。そう、やっぱりあの樽がちょっと爆発するタイプなのかもしれない。で火炎瓶とか投げたら自分でみたいなそんな感じかな。結構ね飛んでくるんですよね。そう、一応やばいと思いながら、そう、結構下にもうじゃうじゃいたりして、しかもなんか下手にさジャンプとかバックステップとかしたらさ、あれなんですよね。あ、そう、ここでなんかね、ノーマルアタックで試してみようって書いてあったから、こう使ってみたら鎖が切れたんですよね。そう、でもなんか近道とかいうわけでもなく、この時はね何が起こったか分かってなかったんですよね。そう、まあ、下に行ってそうなんですけど、この時は本当になんか言われるままにノーマルアタックをして、そしたら鎖が切れてみたいな感じで、ほほーって思いながら、そう、頭の中ではハテナでした。この魔法結構優秀なのが、下向きでも結構当たるんですよね。なんか波を、なんかゲームによっては魔法とかって上の方とか下の方なかなか当たるんですよ。
構いっぱいいた。ここ結構いっぱいいたんですよね。でレバー使うの忘れないようにねって言って、そう両足で。ここからね、一番最初にアイテムがあって近道かもって思ったところですね。そうで、もらったのがリングだったんですよ。で、リングがもらってるのが、そう、HP の経験が少なくなるみたいな感じを書いてあって、あの、ソウルフォーム？ソウル体っていうのかな？そう、ソウル体の時に減ってる HP の減り具合が減るみたいな。そうそうそう。っていうかね、なんかよく分かってなかったんだけど、なんかソウル体になると、HP が半分になるのかな？ね、なんかそれでこれをつけたらその減りが抑えられるみたいな。こうとか思ったら、そう、つけてみようってことになって、つけてるんだと思いますね。付け替えるのも。そう、そしたら増えてたんですよ。そう、あの、半分だったのが3分の2ぐらいまで。そう。あ、そしてですよ、これここ通った時なかったやつで、なんか分かんなくて、私ここあれだったんです、アイテムゲットしたのに、そうそう、え、なんでここにいるんだろうっていうことだけしか思ってなくて、そうそう、アイテムチェックするの忘れたんですよね、装備もらったやつで。そう、そしたらさっき上の方で鎖を切ったじゃないですか。で、多分それで、吊るされてた人たちが落ちてきたのかなみたいな感じですね。そう、一応落ちた時にソウルとか発生しなかったから、もうすでにお亡くなりになってた方たちで、まあ、私が鎖を切ったから亡くなったってことじゃないってことを思いたいなと思って。そうそう、めっちゃ複雑な気分でアイテムもらってましたね。まあとりあえずね、やっと近道1個できたんでね、この辺で終わりにしたいと思います。はい、今日もね、最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございました。それじゃあ、またねー。